はい、皆さん、マイドマイド、まあ、サイドのねハイレイヤーね入れる時ねあの逆手で入れにくいのならハサミの先端を手首側に向けて持つと手首の動く範囲角度が左右合うんじゃないでしょうかはい六本先生マイドマイドねちょっとやってみたんだそれちょっとねあのウィッグの毛だとねやりにくいけどいや実際お客さんの髪の毛でやったらどうかななんか使えそうな気がしないでもないね。<laughs> これはもう 実際にやってみるしかないねなんかさだんだん極限になってきちゃうよね極芸極 <laughs> 芸カットにね <laughs> まあだからこれが初心者の方ができるかどうかってことになるよね最後ねやっぱり初心者の方はさあ1本ずつ切っていくのが一番ってなっちゃうよね時間かかるのはもうしょうがないかんね以前処分価格だ ムースを買ってくれってディーラーが言うからねハード10本だけ頼んだら使わないと断ったウエット3本混ぜて置いていかれましたまさに売り逃げ <laughs> でもすぐ電話するのに電話して違うの3本入ってるよっつって早く、はい、交換っつんでね、まあ、あのどんなディーラーさんか分かんないけどね多分向こうも入れ間違えただけじゃないの <laughs> 入れ間違えただけだったら交換してくれるしね意図的にやったんだったらちょっと悪質だいな <laughs> はい六根先生ね 自分もハサミも串もほとんど2セット以上を用意しててんんんななにさ資産を持ってんのうちなんか1本だよセンニングはね 20%2 兆 10%3 兆あるけど9800円だからね80%センニングは柔らかな刈り上げ面を作るのに使えますが一昔前の流行りの刈り上げって感じですねってやっぱ刈り上げでもさあるの流行りが。<laughs> 違いさお客様が楽しんでるかどうかねでむしろお客様は80%でやってこれもらったことになんか満足感を得てるじゃないけど美容師さん、まあ、床屋さんもそうだけどね80%でセニングで刈、ね、り上げを作ったっつうのがこう最新式技術だぜみたいにねなんかこう楽しんでるっつうのなんかステータス。 まあ自己満足に浸ってるっていう感じがあったんじゃねえかなと思うけどまあ微妙な違いだと思うけどどうなの <laughs> こういうふ言っちゃ申し訳ないけどね。まあ、だけどね一番大事なとこなんだよね80%セニン,ングが流行ってから80%セニン,ングで買ってあげるってうのお客さんもそれでね満足するわけだから、ね、普通の借り上げじゃ満足しないからねそうなるとやっぱり80%使わざるをえないっていうのねそれは一番大事なとこだよね。 はい、お疲れ様でした。